山本のハンバーグは株式会社俺カンパニーが東京都に展開するハンバーグ専門レストランである。2005年6月に創業し、2016年6月より前身である俺のハンバーグ山本から名称変更した。俺のシリーズや俺のハンバーグと同系列店と認識されることもあるが、経営母体はそれぞれ別である。 看板メニュー、山本のハンバーグハンバーグ専門店としてのコンセプトはごちそう。煮込みハンバーグの看板メニュー、山本のハンバーグを中心に季節限定、店舗限定のハンバーグなども充実している。近年では地域に長く愛される店を目指しており、ふりかけ代わりの食べるラー油、カレー、犬用ハンバーグなど地域ユーザーに適用する商品も提案、提供している。 芸能人の利用も多く、一部芸能人ファンにより、店頭に長蛇の列ができるなどの光景も時折見られる。2016年7月現在、株式会社オレカンパニーは、2007年9月19日、設立し、飲食店山本のハンバーグを展開している企業。本社は、東京都渋谷区恵比寿南に所在。2005年に無邪気フーズの独立支援制度を利用し、 俺のハンバーグ、山本エビス本店を出店した山本翔平が独立、起業し、現在に至る。2016年に無邪気フーズとの業務委託契約を満了し、委託契約や商標登録の問題、また、ブランディング方針などを理由に、俺のハンバーグ山本から店舗名称を山本のハンバーグへ変更した。ありがとうございます。